はい、どうも、川上中です。今日も一日一曲聴いていきましょう。今日はですね、ネモフィラさん、ナイトフライトでございます。なんかね、これはマジ多分、賛否両論あるんじゃないかなと思ってしまっています。正直。すごいメタルバンドのイメージがあったんですけど、すごいデジタルミュージック、デジタルミュージックというか、メタルバンドではない曲になってまして、今回のこのナイトフライト、これは多分賛否両論分かれるんじゃないかなと思ってます。でもまあ言ったらね、日本の音楽に合わせてこういう路線に行ったんだろうなというような気もしますけども、ちょっとなんつうんだろう、クラブミュージックというような、なんかまあそういうような感じの、曲ですね。シンセというか、まあそういうのが鳴ってますと。だからその今日この新曲をレコチョクとかでね、こう上がってきた時に、おなんかネモフィラの、俺メタル好きなんで、曲はなんだろう、どんなんだろうと思って聞いてみたら、ちょっと意表を突かれました、ね、はい。あ、こういう感じで来たのか。ネモフィラっていうメタルバンドっていうイメージがあったから、この曲あれってなったけど、別に普通のバンドとしてこういう曲をやってる分には全然問題ないというか、むしろ評価されるんじゃないでしょうかと、思います。なんかやっぱ日本でやってるねわけですから、日本での売れ方に乗っていかないといけないだろうし、やっぱりちょっと本気を出して売れに行こうとしてるんだなというネモフィラの本気度が、ちょっと伝わったんじゃないかなと思います、この曲を機にね。はい。っていうか、まあ、もしかしたら僕本当にネモフィラのことすっごい知ってるわけじゃないので、そうこういう、音楽ももともとやってたのかもしれないし、僕はただヘビメタのイメージなだけだったかもしれないし、はい。ということでですね、ちょっとでもこの曲もまたいい曲なんでですね、ネモフィラちょっと、チェックしてみてほしいなと思います。ということで、今日もありがとうございました。